さて、えー、今朝のアーリーバーズミュージックスタジオに素敵なゲストをお迎えしておりますシンガーラッパープロデューサーの根しさんですおはようございますよろしくお願いしますグモーレンおはようございますよろしくお願いしますでは早速プロフィールを読ませていただきます、はい 歌、ラップ、ビートボックスまでを自由に使いこなすソウルシンガー・プロデューサー、ヒロアキによるプロジェクト。アジア人として R&B ソウルミュージックを世界に向けて発信することに対するレッテルや先入観をなくし、純粋に音楽だけを聴いてほしいという思いから、共通言語である英語で歌い、国籍や顔などアイデンティティを一切公表せずに活動を開始。 オーディオブランド Beats の CM 音楽を担当するほかチャラ加藤ミリアアイル・ザ・ショータなど国内外のアーティストのプロデュース、客演、作詞、コーラスを手掛けるなど活動の場を広げている先月、待望のファーストアルバム「FoundInTokyo」を CD と配信でリリースされましたおめ,まおめでとうございます。おおめめででととうううごござざいいいままますすしたいやーもうねいや事前に僕、はい らは聞かしていただいたんですけど、うん、ちょっとね、かっ,いいか,かっこよすぎるから<ー>、みんなに聞いてほしい。ね、はい、あの、ね、今回ね、オファーさせていただいた経緯として。あの、僕がすごい、こう、うん、つながりがあってというか、もともと。そうですね。うん、あの、なんか。 だいぶ何年前ですかねあのね、うん、多分ダディミックスかなんかのサポートかなんかててでで僕がサポートしてる時になんかちょっとクラブイベントみたいなやつだったんですけどその時ヒロアキさんとしての活動をしててでも噂は聞いてたんですよ拓斗<あ>君っていうドラマーがいてっていうのででなんか あれもしかしかてあのタクト君かなみたいな感じになって <laughs> そんなねごいさしてでまあかくかくしかじかあってで結構つながるところもあってそれでねそうですねはいからの,い<や>のからの、はい、あのね去年去年かな、うん、中洲ジャズでライブを見に来てくださってたっていうのとうあの時出演されてたの前日っえっとね。 当当日日出出ててたたかなと当日、えっと、その時は弘明で、はい、ギタリストの関口慎吾っていう人と一緒にキャナルシティのステージでやらせてもらって、はい、で翌日もあったのでなのであの一泊しながらみんなのステージも見ながらって感じで結構あの3人はあのちょっと広めのステージでぶちかませたんで遠目でこうちょっとインスタストーリーあげたりしてて。<ー> じゃ来てくれて嬉しかったはい。ということでね、あのね、はい、そんなね、今朝はね、ヒロアキさんによるね、えー、なしプロジェクトこと、えー、そしてアルバムファンドイン東京についてインタビューできたらと思いおファーさせていただきました。改めて今日よろしくお願いします。お願いします。はい。えー、今朝はアルバム音源をいくつかお持ちいただきましたので早速聞いていきたいと思います。えー、曲目の曲紹介をお願いできますか。はい。このファンドイン東京のリードシングルです。Say My Name フィーチャーイン大地山本。 かっこいいもの。ずっと踊ってましたさい。てありがとうございます。嬉しいです。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。なんかもう第一山本さんも、僕もずっと追ってて。あ、そうなん。もう、この感じ、熱すぎて、ぶち上がりですね。はい。あと、なんか、僕めっちゃ、さっきね、あの、して。驚いて、言いたかったんですけど。あの、ね、あの、ファースト。 ってかあのシングルリリースされてるものとかはあのいろいろアップルミュージック等々にあのいろいろあるんでチェックしていただきたいんですけどあのさ僕もそれを見て最初あのサバクかなって思うんですよジャケット,ケット写真がすごいおしゃれなサバクの写真、ね、そうもうめっちゃおしゃれしかもなんかその出てるやつもなんかこうひとなんかこうサンとかなんか結構出ててなんかこうそれでなんかあの なんだろうな、わなんか統一性持たしてるんかなみたいな。そうなんか同じ砂漠の違う時間の長、ねね、い色みたいな感じか、すごいおしゃれやなと思ったら、まさかの <laughs> だん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 砂漠のね表面が剥がれていって。はい 最終的に本人の顔が出てくると横にしたらめっちゃアハ体験びっくりしたそうもともとその「暗射」を取った時にこうやって自分でこうやって見ててこの「あゃ形が暗射でもあるんですけどこれこうんかちょっと遊んでたんですよねこうやって「あれ?」みたいな。 あれみた, <laughs> <ー>みたいなって思ってこれっぽくなないいみたそれでじゃあその、まあ、プロジェクトとして顔を隠してアイデンティティを隠して進めていこうっていうところがあったので、うん、じゃあそうやってこう覆ってなんかちょっとラクダ入れたりオアシス入れたりみたいなしたらなんかより面白くなってってで何うんですかその曲が進んでいくごとに、まあ、その砂が。 あのほどけていって、ちょっと顔が現れ、現れて、アイデンティティも明かすっていう。のも、ちょっと面白いかもねっていう、うまあ、いまあ、メッセージにもつながる、ねー。そうですね。うん、おしゃれ、<や>ゃれ本当におしゃれ。<laughs> いやいやいやいあと、ね、もう。まずね、この曲、はい、めっちゃこの、まあ、おしゃれでかっこいい曲について、ちょっと、まだあのご紹介。 していいたただきたいんでですすけどなんか楽曲制作エピソード等々あればそうですねこの曲、えっとまあ、タイトル「SayMyName」って言ってるんですけどビヨンセっていうか「ディスチャーで「SayMyName」ってあったじゃないですかあれもよく、まあ、みんな知ってると思うんですけどあの曲ってどっちかっていうと恋愛の曲なのかなって思うんですけど僕がイメージしたかったのはもうちょっとなんかその友達とかに何、うん、かちょっと心配なこととか困ったことあったらいつでも呼んでねみたいなっていうテーマでくくり書きたいなと思って。 あのまあ最初作り始めてでサビぐらいまでできてたんですけどまあなんかやっぱまあこの曲はリードシングルになるんですけどまあここでえっとまあ日本語のラップも入れたいなって思ってでそれなんでかっていうと日本でまあ東京で活動してるからっていうのもあったのでまあそれで大地さんにお願いしてすばらしいリリックあの入れてくれたのでなんかそういう。 感じですかねなのでなんか困ったことあったらちょっと呼んでね電話かけてねとか、うん、まあなんかいつでも言ってよみたいななんかそういう感じの曲になるといいなと思って、はい、作りました。 包み込まれた今ねュ、うん、<laughs> ー聞きながらここれ落ち込んだ時に絶対うってよ、ね、なんかねグループっていうかバンドで活動してるとメンバーいるからなんか相談できる相ているかもしれないですけどなんかきっと世の中には一人でなんかいろいろね悶々としてる人もいたりするかもしれないからまあなんかいやそうじゃなくて大人になると助けてって言えないけどちょっといやいいんだよみたいななんかそういう背中を押してあげられる曲になるといいなと思って。 いすごいもうなんかそんなねなんかアイディアとか、はい、もういろんな思いが詰まったこの「根なし」プロジェクトについてあのしあの始まったきっ,きっかけというか、はい、経緯をお聞きしたいなと思うんですけどそうですねもともと弘明としてもずっと活動してて、うん、でそれこそ皆さんが知ってるようなミュージシャンとかともあのコラボさせてもらったりとかもあるんですけど、うん、まあなんかほんと単純に音楽だけをもっと聴いてもらいたいなっていうところから顔を隠してアイデンティティ隠して音源だけで、まあ、どこまで あの伝わるんだろうううっっっててていいいののををやみたね僕が所属してるレベルオリガンプロダクションズとまああの話しててでまあそれで本当基本的には配信メインでやらせてもらってたんですけど最初の34曲とかは本当いろんな各国のプレイリストだったりとかも入れてもらえてたのでまあなんか英語で歌ってまあこういうちょっとまあドリーミーでもあるけど邦楽っていうよりかはまあなんか洋楽に近いサウンドでやってみようか っていうところからスタートししまたさっきの「セイマイネーム」にしてもそうですけどまあ日本語はところどころにちりばめられてこっちもんかそのパンチラインにやられるみたいな瞬間もありつつもんか発音だったり基本的に英語だったりってんか前作の「アンライクリー・ソール」「ッチャリング」「フォード・トリアと「マイク・ラリー・ドロー」が何か。 世界9カ国のグロ,ブルグローバル公式プレイリストにリストインしたりなど、はい、なんかこう結構あの全世界にこう発信されているというか、うん、いろんな国の人が聞いてるみたいな感じですよね、うん、なんかそうです,、ね、すごいなんかそんな,なんかこうなんだろう 明さんのそもそものこう、うん、なんかこうかバイタリティっていう,のうかなそういう何、はい、かこう持っ,持ってるものがなんかもうそも,そもそもグローバル<広い> <laughs> ボーナレスな感じが、うん、音楽からも伝われるんですけど、うん、そもそもそういうきっかけみたいなのってなんかあるんですかね、はい と生まれは山口県なんですけどそう <laughs> なんですかめちけど <laughs> 幼少期ずっとアメリカ住んでて、うん、で小中、まあ、高校少し、まあ、ニューヨークと LA に住んでたんですけどなので、まあ、そのやって、まあ、皆さんも海外の学校行かれてたか思うけど、うん、いろんな人種の人が集まってるじゃないですか、うん、でも本当ちっちゃい頃からそれが肌感であってでなんかいろんな人種いろんな言葉いろんな価値観がっていうのがやっぱあのもうほんと根底にあったのでそういう意味では。 なんか音楽にも影響してるのかなという風うに思ってますね。で、このプロジェクトにもすごい。あの。 反映されていると思います、はい、もともと音楽を始めたのはおい9歳ぐらいですかね、えー、でも僕も最初「ブラバンやっててアルトサックスずっとやっててそれも78年ぐらいやっててで、まあ、ピアノもちょっとやったりとか、まあ、もちろん、まあ、音源制作のためぐらいには今もやりますけどもちろん、うん、なのでなんか歌ってよりかはどちらかというと,とサックスとか楽器が先が多かったですね。 なんか楽曲にもねあのそれこそトランペットだったりとかいろいろそうですねまあトランペットは僕じゃないんですけど、うん、相方の気分やってて、うん、はいあの彼がえー、まあ彼もバークリーなんですけど、うんはい、なのでえっとが本当かなりあの関わってくれてます、はい、いやーすごいはいということでねここでアルバムファウンデイン東京よりもう一曲流せたらと思いますねなしさん曲紹介をお願いいたしますはいそれでは聞いてください根、ね、なで scars いいいやかっここれもなんか改めてあの曲紹介をお願いできたらなと思うんですけどそうです、ね、こちらは「Scarves」って曲で、えっと、2021年に出した 5th シングルなんですけど、うん、まあこの曲でアイデンティティを公表するっていう感じのタイミングだったんですけどやっぱあのなんで公表したかっていうの結構聞かれるんですけど、うん、まあ2020年くらいにみんなね大変なコロナっていうものに直面してで、まあ、顔を追わなきゃけ 覆わななきゃいけないけみたいなっていうところがあって、はい、でなんだろう結構その海外、まあ、アメリカの文化にあの根強く何て言うんですか携わってる人とかあと、うん、あの時でその黒人の命も大事だみたいなっていうムーブメントがあってでなんかそれも踏まえてなんかまあ日本人だけどこの R&B とかソウルとかまあジャズもそうですけどなんか黒人の人がまあ主に 築、えー、き上げてきた音楽に対してもうちょっとリスペクトと感謝とかも伝えたいなみたいなところもあって、まあ、アイデンティティを公表すると同時に、まあ、なんか日本人でもそういう、まあ、ブラックカルチャーにリスペクトがあるんだよっていうのも表明したいなっていうプラス、まあ、そろそろマスクも取れたらいいねみたいなっていうぐらいなタイミングでまあ公表させてもらったんですよね。なののででそういういきっかけの曲です いやもうメッセージがすごいから曲がただかっこいい踊れるだけじゃなくてちゃんと内容にも耳を改めて傾けて聞きたいなって思いました、うん、<今>ね。本当にうん なんかしかもその素顔を公表するタイミングもかけてるみたいなもういろんなものが曲に曲ありがとうございます深みがあなかったもしれない当初は公表する予定はなかったんですかいやまあいつかはとは思ってたんですけどでももしかしたらそれが3枚目のシングルだったかもしれないし4枚目だったかもしれないしとかっていうのはありましたけどでも本当いろんなタイミングがあって。 っまあ高校になったっていうところですし、まあアルバムまで引っ張ろうかっていうアイデアももしかしたらあったかもしれないですよね。いや僕は嬉しいですけどね、ヒロキさんだったかも知ってたみたいな。知ったみたいな。別の方だと思ってたもんね。いやそうそう。はいということで今朝のアーリーバーズミュージックシンガー、ラッパー、プロデューサーの根津さんをゲストにお迎えしてお送りしております。 お送りしている曲は今朝のゲスト、根梨さんのファーストアルバム「FoundInTokyo」収録曲で「Gonna Be Good」フューチャリング「J ・ラモスズすずめ」でした。はいもうこの曲もめっちゃかっこいい。なんか結構ブラスそうバ、ん、リバリー聞いててもうなんかめっちゃダンスくりふれる。れるね、この曲はどういうい これは、えっと、イスラエルのシンガーで、はい、ジェイラモット・スズメさんっていう人がいて<ー>で彼女をフィーチャリングしてるんですけど「そのシンセブラス」って言ってくれましたけどうん、うん、これ実際、その気分屋のトランペットとうん、うん、あと「シンセ」を両方あの、まあ、だいぶせめぎ合いながらこうミックスしてるんですよ。<ー>なので<ー>単純なそのシンセブラスだけってよりかはもうシンセブラスっぽい音色にちゃんと生のやつも足してるんでこほど<ー>そはすごい、はい、こだわって。 たのでまあ、本当より生音に近い「ンセライブ」ーー「あのシンセブラス」っていうか<ー>はい。 すね。そんなことができるんだ俺らも俺らもやりたいでも単純にそのレイヤーでの後でミックスの中でやっぱこのちょっとここがこうもうちょっとこうしようかローカットしようかとかんかそういう話をちょっとずつ詰めていって今のこのサウンドになってるので制作自体は気分屋さんと弘明さんで基本そうミックスマスタリングも全部話し合ってやってるみたいなえっとまあざっくりのデモの段階のミックスはやって 折り紙まあうちの事務所にヤス2 0 0っていうあのエンジニアがいるんですけどで彼も前作あのこのアルバム関わってくれててで彼にいろいろまああでもないこうでもない言いながらちょっとずつまあ微調整してもらいながらやってるって感じです。いいなチームがすごいね折り紙プロダクションさんの強さ強さね今分かる。でもゲストアーティストとかもなんかグローバルですごいそうやって知り合ったんですかいやでもこのすずめさんはもう本当普通にインスタで見て で日本にもライブ来たことあった人なんですけど<ー>でそれで DM で送って「ちょっと出てもらえませんか?」っつったら「いいよ」みたいな<ー>すごい今っぽい出会いだった時代を感じる,感じるね、はい。ということであの、ね、実は今月はレコ発ライブのご予定もあるということで5月11日、えー、こちらはですね渋谷のタワーレコードの6階のタワーバイナルというところで3時から「 このインストアライブっていうんですか、をやらせていただきます。はい、こちらはファンドイントーのリリースライブ、えー、まあ、インストアライブなんで、三一回とかもある予定です。<ー>ぜひ、ぜひ、皆さん、ちょっと会いに行ってみてください。<ー>はい、そして、はい、九月十七日金曜日。こちらはねなしのファンドイートーリリースパーティーやっと、コットンクラブ東京。ええ、こちらは出演がねなし、そして、今、ええ、名前、名前も出してくれてる気分や。 そしてなんとクーややっったた普段は一人でライブやったり気分やとのデュオセットが多いんですけどリリースパーティーということなのでドラマをちょっと招いてっていう感じでやりたいなと思って気分やとタクトはかなり昔からのつながりでもあったのでヒップホップも叩けるしちょっとソウルっぽいのもやれるし。 なんかもうとりあえずかましてくれみたいな感じでオファーさせていただきました他にもゲストも出る予定です大地さんも出ますしあとレベルメイトの関口慎吾も出ますので5月17日ツ、激アツメンバーコットンクラブのオフィシャルサイトでお願いしますということで なんか聞きこぼしたこととか。いやもういっぱいあるねそれあるよね。また来てください。そうですね。はい、ぜひ。そうですね。本当にはい。お願いします。なんかコットンクラブ、終わった後とかも、なんか感想みたいな。いやいやいや、みんなこの番組出たくてしょうがない人だって、いろんなアーティストが。ぜひぜひ。もうまた出てほしい。並んでると思うんで。はい。お待ちしております。ぜひお願いします。お願いします。 話はつきませんが、そろそろお時間です。ええ、ねなさん放送いかがでしたか。いや、めちゃくちゃ楽しかったですけど、あの、もう本当、話足りないっす。違う。はい、あの、僕ばっか喋ってる感じがしたんで。いやいやいや、皆さんの話ももちろん聞きたかったんで。またね、ちょっと。これは絶対、絶対、お願いします。はい、今朝のゲストは、ええ、ねなさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。